こんにちは、銀座一里の三田崎です。またお会いできました。今日は銀座一里のおかみの私物大公開ということで、帯留めなんですけれど、まあ着物生活半世紀になりますと結構いろんなものが集まってきましたね。ちょっとそれを今日はお見せしたくて、一部ですけどお持ちしましたので、楽しんで見ていただければと思います。では始めたいと思います。はい、私の帯留め大公開です。ごく一部になりますけれど、見ているだけで楽しくなりませんか？孫が来るとすごくね、これ見るの楽しみにしてるんです。ちょっとね、なくならないようにヒヤヒヤもんなんですけど、カテゴリー別にちょっといろいろね、これから説明したいと思います。はい、こちらが、季節ごとのカテゴリーに分けた帯留めになりますね。左から、春ですね、梅の柄、桜の柄、これはなんと、四つ葉のクローバーになりますね。ね、可愛くないですか？こういうちっちゃなものってなんかこう見たくなるっていうか、楽しいですよね、しててもね。で、次に夏ですね、熱帯魚とスイカの柄になりますね。スイカは私自分でしてるとあんまり見えないんですけれど、あの見てる方がすごく楽しいって、あ、スイカですねって必ず言われますね。こういうのも人が楽しいあのアイテムになると思います。次は秋ね、秋ナスと、こちらが、柿になります。秋ナスの方は陶器なんですね。ちょっと裏を見ていただくと焼いてます。ちょっと見えますか ね。で、こちらは、木になっていて、木工でこう削ってる感じなんですけれど、細工が珍しいね。はい、次はもみじと、秋バージョンですね、もみじと、お月見の柄の帯留めになりますね。9月にしか締められないですけれど、ちょっと楽しいですよね、していてね。陶器になりますね。あと12月になるとクリスマスのシーズンになりますから、サンタさんとあのクリスマスツリーのね、柄になります。こんな感じでね、クリスマスの頃のコーディネートを楽しんでます。こう色を変えると随分雰囲気変わりますからね。三分紐のお色を変えてクリスマスを演出してますね。お着物ではなかなかクリスマスを味わえないですけれど、小物でね、こういうものを使ってクリスマスを楽しんではいかがでしょうか。はい、こちらが手作り編ですね。あのこの水引きだけは先生にお願いして作っていただいたんですけれど、あとはもう手作りのね、素朴さっていうか、形も少しいびつですけれどね、ご自分の好きな色で作ってますので、やっぱり使い勝手がいいですよね。中でも一番大好きなのがこの帯留めね。好きな色なので結構いろいろな場面で使ってます。困ったらこの帯留めっていう感じですかね。ね、いびつな形はあるんですけど、でも大好きですね。やっぱり自分で作ったので愛着があります。はい、天然石とキラキラ系を集めてみました。ちょっとあの宝石箱みたいでしょ。やっぱりね、私はいくつになってもキラキラ系が好きなんだなって、それとグリーンが好きなんだなっていうのがね、これを集めてみてまた納得いたしましたね。結構いろいろな、ものを使ってます。これとこれとこれはなんとブローチだったんですね。それをちょっと加工してもらって加工してもらって、こちらね、帯留めとして使えるようにしてもらいましたね。あとこちらはね、なんとスカーフ留めだったんですけど、まあスカーフ留めでも使ってますけど、帯留めでも使ってますね。やっぱりあのこういうのを持ってるとなんかテンション上がりますよね。はい、これ箸置き編です。ちょっとこれは別にはなるんですけど、おかめ、ひょっとこもあったんですけど、おかめを購入いたしました。それから先ほどちょっとご紹介したね、四つ葉のクローバーと、あとこちらのね、月見団子、これ箸置きだったんですけど、ちょっと裏に金具をつけて楽しんで使っていますね。こんなの一つあのひょうきんでちょっと楽しいですよね、してらっしゃると。で、ちょっと珍しいのが一つあるんですけど、これ昔のお金ですよね、昔の銭形平次が使ってるみたいな
ね、こちらね後ろこういう形なんです。一つだけあの三部紐が通るようになってて、あとはお金の銅貨の中をこう通るような形になってるんですね。ちょっとおしゃれなので時々使ってます。はい、こちらがもともと帯締め自体に、三部紐自体にねついている帯留めになります。帯留めと言っていいかどうかわからないですけど、もともとこの紐についてるんです ね。このキラキラしているバージョンと、あとこうやってビーズを後からつけてもらいましたね。こんなのは少し光ってるのでフォーマルでもお使いになれると思います、ね、あとこういう風に数を変えて楽しむものとか、あとこちらはもう特に、また別なんですけれど、この組み合わせを変えてね雰囲気を楽しむね、3つでも1つでもいいと思います。こう1つの時はこんな感じですし、組み合わせ次第によってコーディネートが変わっていくと思います。こんな風にね帯留めって楽しめますから、これはもうその人のセンスでね楽しんでください。はい、いかがでしたか。今日は私の帯留めコレクションをご紹介させていただきましたね。皆さんもいろいろお持ちだと思いますね。ご自分の帯留めって体の中心にありますから、柄を楽しんだり色を楽しんだりね、人のあのしてらっしゃるのもね見ててすごく楽しいです。ぜひこういうアイテムを利用してまた着物生活楽しんでいただけたらと思います。ではあのよろしかったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。またお会いいたしましょう。はい、今日のおまけです。今日の名古屋帯、私の名古屋帯はちょっと柄があの帯がちょっと短いんで、柄がね右側に全部来てしまってますね。どうしても左側ちょっと寂しくなってしまうので、こういう時に帯留めを使って、バランスをとってます。こんな時に帯留め使っていただくとね、素敵なあのコーディネートになると思います。ぜひこういう時に使ってくださいね。銀座一里の三田崎です。ご無沙汰してますじゃないよ、ちょっと間違えちゃった。